ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済 HR オンライン編集長の田宮裕之です。本日は人事の人たちのキャリア意識というテーマでお話をしたいと思います。HR 総研がですね、人事部の人たちに対して、アンケート調査をしました。まあ、3月4月というとですね、人事異動のシーズンということですから、そこではですね、人事部の人たちが非常に活躍をするわけですけれども、その人事部の人たちというものはですね、自分のキャリアに対してどんな意識を持っているのか、こういったことがそのアンケートの中には出ています。それで、じゃあ内容をちょっと紹介しますけれども、今後もですね、人事部門でキャリアを積んでいきたいかと、こういうふうに質問したところですね、まあ、ライフキャリアとしたい、要するにずっと人事で仕事をしたいと答えた人がほぼ半数の 49% でした。それからある程度人事でキャリアを積みたい、ですから、まあ、ずっとってわけじゃないけれども、かなり長く人事部にいたいというふうに答えた人が 41% ということで、人事にいる人たちの大半はですね、しばらく人事で仕事をしたいんだと、まあ、要するに人事の仕事が好きだというふうに答えています。これ非常に結構高いと思います。それからじゃあ長くいたいんだったら、人事分野の専門家として能力向上に努めているのかと、要するに、まあ、いろいろ勉強する、まあ、いろんな講習会に行くとかですね、講演にお聞きに行くとか、本を読むとか、そういったことに努めているのかというふうに、聞いたところですね、常に努めていると答えた人が 29%、 それから努めている方だと思うと答えた人が 51%、 ですから両方合わせますと、まあ、8割の人たちがですね、まあ、能力向上に努めていると、まあ、結構勉強家が多いんだなということが分かりました。ただその中身なんですね、能力向上のために努めているといってもですね、どんなことをしているのかと、これはちょっと面白い結果といいますか、ちょっと偏った結果が出ています。一番多かった回答はですね、専門知識の、まあ、知識を身につけるために努力していると、まあ、こういった答えでした。これが 58% で、一方ですね、語学力ですとか異文化への理解力、こういったことを回答した人が、まあ、10% 前後です。ですから人事の人たちというのはですね、まあすぐですね、グローバル対応ですとかグローバル人材というふうに言いますけれども、肝心要の自分たちはですね、あまりグローバル化に向けての努力あまりしてないということが分かりました。それから人事の人にとってのキャリアパスですね、人事の人っていうのはどういうふうなキャリアパスを進んでいくべきなのかと、まあ、こういったことについて、質問しますと、最初は現場に配属して、その後管理部門で経験を積むべきだと、まあ、答えた人は 51% でした。ですから最初は全く人事に関係ないところにいてですね、まあ、そこである程度キャリアを積む、まあ、例えば5年10年してから人事部に来て、そこで、人事の仕事をする、これがいいだろうと考えている人が、まあ、半数以上だったということになります。そして、まあ、その次に多かった回答はですね、まあ、人事の、まあ、専門家としてずっと管理部門で経験を積むべきと、まあ、こんなふうに答えている人も、まあ、結構多くいました。それで、まあ、人事の世界もですね、いろいろと、まあ、世の中の変化に伴って変化をしなければならないということで、今後の人事の役割は何かという質問を、まあ、HR 総研してるんですけれども、それに対する答えがどういう答えだったかというと、人事管理をするだけではなくて、もっと経営部門に、経営企画の分野にもっと関与していくべきだと、こういうふうに答える人が非常に多くてですね、そうした回答をした人たちが 53% ということになりました。人事管理、要するに、まあ、人事の規則を作ったりですね、あるいは、まあ、不祥事を起こした人をうまくケアするですとか、あるいはその移動ですね、役職者をですね、いろいろ移転させたりとか、そういったことをするだけではなくて、もっと業績につながるようなこともしていかなければならないのではないかと、まあ、そんなふうに答える人事の人たちが増えてきているということです。まあ、人事ももっと経営に関与するというのはですね、ちょっ と、最近の、まあ、トレンドとして出てきておりますので、人事というものがですね、今後どういうふうに変わっていくのか、今後注目していきたいと思います。本日は以上です。また次回お目にかかりましょう。